どうもー、こんばんはー。始まりました、一番でーす。よいしょー。はーい、今日はなんか珍しい並びでお届けです。そうだねー。うん、いや、なん謝罪会見ですか。ちょっとわははは。ってやらかしたんですか。いや、そう、そうそう、大丈夫よ、大丈夫よ。調子はいいわ、今日もね。今日も調子はいいよ。うん、いろいろあったと聞いてますけど。じゃあまずはちょっと言わなあかんことやろう。はい、まずね。はい、私たちは1年後に解散するロックバンドという、はい、プロジェクトで一番というね、はい、番組をやらせていただいております。はい、鳥越アズリエフェムさんではトレールフレッシュという除菌機器を使って空気を除菌しながら放送しております。はい、よろしくお願いいたします。というわけでね、あれ、まあ今日なんかオープニングゾーンと違くない？そうだね。何？お、いいじゃん、いいじゃん、いい曲じゃん。もも好きよ。何これ？これはどういう仕掛けなの？仕掛けなのって、うん、あれよ、ほら、出してくださった。出た。うん、はい、これはなんと、応援ガールの天音瀬奈ちゃんが歌っております。お、新曲ですね。そう、新曲。作曲がなんとね、ディレクターの恩田海くんが、恩田海くんが作ってくれました。一番のね、ディレクターの。昨日リリースということで。はい、昨日ですか。リリースライブをね、昨日あったばっかりっていう、出来たてほやほや、皆さんにお届けほやほやの、お届けほやほやの楽曲でございます。 CD 発売開始ということで。はい、ね、いや、ライブ見てきたけど良かったですよ。ああ、良かった、うん、それは良かった。なんか着実にね、あの人も、うん、スターダムを駆け上がってる駆け上がってる最中の、うんうんうん、雰囲気出てきたと思います。いいね、すごくいいです、うん、でね、女海くんから一番の企画が始まった頃からこの楽曲の話ね、聞いてましたね。聞いてました。うん、でこれがね、いい曲すぎてね、うん、一番の方でセルフカバーしたろうかなっていう。あ、いいじゃん。いたずら企画をちょっと考えてて、恩田海が提供した、天音瀬奈ちゃんに提供した曲をもう一回横取りするのね。そう、逆輸入して逆輸入。いいじゃん、いいじゃん、いいでしょ。楽曲提供ってそういう面白い遊びができる。今やろ、今。はい、そうやろうかな。もうなんかちょっとガラッとテイスト変えて、ね、うん、うちらはロックバンドですからね。そう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 、ロックテイストにしてみたいな感じで。言い方悪いけど使い回しが効く曲調というか。言い方本当悪いね。はい、まあちょっと名曲ができましたということで、はい、皆さん、これはどこで買えるのかな。これはなんか関係者に問い合わせしたらすぐ買えます。はい、そうしましょう。ただね、限定制作、限定販売なんていうの、あ、うん、枚数結構限定してて、うんうんうん、で、すでに結構予約とか、まあ、提供されて決まってるので、早めのお問い合わせがいいかもしれないですね。はい、メンバー誰でも大丈夫ですね、うん、誰でもいいし、はい、天音瀬奈さんのツイッターとか調べて、はい、CD よこせと連絡してもらってもいいですよこせと、うん、本田海くんでもいいし、はい、よろしくお願いします。ここの曲でもいいです。ここの曲でも大丈夫なんだ。天音の CD よこせとね、はい、あ、終わりそうですね、曲が。おー、大サビからラスサビ、逆か、ラスサビから大サビにかけてのところが聞きどころですね、はいはいはい、うん、今ね、ちょうど私たちが喋ってたところめっちゃいい曲、いい曲調だったよ。黙っとけって話です。ほんとそれね。空気読めない2人だからね、はいはい、しょうがないね、はい、うん、バスへのスナックでやってますから。だから客来ねえんだよ。そうね、今日も誰か来ないかな。あ、今日なんかでもすごい人が予約入ってるんでしょ、お店に。そうなのよ、実はね。うんうんうん、そうなの、そうなの。どんな方、今日のご予約は。藤君に言うの。別にいいじゃん。いいんだけど、うんうん、ちょっと教えて。あ、そう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 、実はあのね、天才ジャズベーシストの方がね、来るっていう、おう、予約入ってるのよ。おうおう、ね、ママ電話取ったらさ、ガチャっつって電話取ったらね、あの、今から行きますんでっつって。天才ですけど。そう、今から、うん、青森弁で。すごくない？青森弁で。そうそうそう、青森弁で、はいはいはい、うん、青森弁だったかな、うん、そうそうそう。適当だね。そう、
あのね、まあ、これから出ていただくのは成海勝康さんっていう方なんだけど、そうね、うん、まあ、すごいすごいとは聞いてたのよ。あ、そうね。写真出るかな、うん、あ、そうそうそう、この方。かっこいい。かっこいい。ベース、あれ何本弦あんだあれ。5弦ベースね。あの、ま、でも、服の縦縞も合わせたら何本弦だ。死ぬほど。弦だね。あれなんかうるさいな、うるさいな。外がうるさいだ、なんか。でね、なんかあの、うんうん、まあ、何度か飲ませてもらって色っぽいね、語源ベースってところがまた話を聞け、うん、何度か飲ませていただいてで、なんかあの六本木のハイサイユニアっていうお店があって、ね、はい、あのね、一番でもあのイベントとして使わせていただきました。そう、うん、そう、あの飛び入りでセッションができるような店なんです、うん、で、まあ、一緒に行って何かやりますかみたいな空気になって、ほいほいほい、その成海さんっていう方が、うん、まあ、いろんなメンバーとセッションしたのを目の当たりにしたんですけど、ね、僕はね、音楽のことはもういい悪い上手い下手あんまり語れない方なんだけど、はいはいはい、ミュージシャンチームからすげえの連れてきたなと、ね、言われて、見てコントラバスまで持って、かっこいい、手つきがまたエロ、うろっ道場行きですね、あいつは道場 NG 道場 NG 道場 NG いやー、かっこいいわ。え、青森でこんな子が取れるんですね。私もだから、これこんな人来るの今ちょっとめっちゃ楽しみにしてんだけど、うん、いや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 、ね、で、それをうちのメンバーのゆきたくんがね、今日連れてきてくれる。あら、ちょっと生きってたんで。あら、いや、どうします、呼び込みますか。ね、そうね、やめますか、うん、やめたいで片っぽはいらっしゃっていただきたいわね。まあ、どちらか片っぽだけでもね、いらっしゃっていただきたい。どちらか片っぽだけでもね。じゃあ俺か、まあ、もうね、俺か。じゃあ成海さんたちに登場いただきましょう。そうしましょう。はい、はい、どうぞお越しください。はい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 、はい、どうも。すごい入り方したね。狭い狭いよ。ちょっと何やって、どうもー。すごい入り方。もうあの、まあ、あのお店のシステム分かります。そんな前と思ってくるかね。いやいや、出たがり出たがりの二人でね、もう。いやいやいや、どうもこんばんは。こんばんは。どうもどうも、生田真一です。よろしくお願いします。どうも。成海さんはどこに。どうも。はい、お、あら、はい、先ほど天才ベーシストと言っていただいてありがとうございます。自称ね、自称。どうもどうもどうも、ベースの成海です。よろしくお願いします。成海勝康さんということね。はい、なんか写真とちょっと違いますかね。写真がね、結構ね、あの森に持って撮ったので。あ、まだ成海さん来られてないですか。はい、そうですね。そうですね。まだまだですね。代理でちょっとその2人ね、やろうとしたらね、華麗にスルーされたわ。あ、そう。さすがよ、さすが。じゃあ、ゆきたしんいちくんと、はい、成海さんの影武者ということで、はい、今日は。影武者ということで。何人かいるのね。何人かいらっしゃる、成海さんは。いつ寝首かかれてもいいように。なるほどね。お忙しいですから。結構ハードボイルなどな、若い子が経験されたそうで。ハードボイルド。噛んだとか言わないのP よ、うちの。すいません、すいません、うん、申し訳ないです。いいけど、はい、人に言うってことは自分は一回も噛まないんだよ。俺は大丈夫ですよ、今後。俺は大丈夫ですよ。今ね、それはもう出てきて、なりわいしてますからね、噛みませんよ、僕は。あ、ありがとうございます。こっちじゃないのよ、ドア。噛んでもいいから面白いこと言ってよ。それは無理よ、それは無理よ。無理じゃ無理よ、きつ。それは無理よ。なんか今日元気だね。いや、今日は、今日ってかいつも元気じゃないですか。いや、この間ちょっとね、影が薄かったけどね。前、何回目か、何回前かの登場の時はちょっと。そうね。あ、うん、約1ヶ月前だわ。1ヶ月前にね、まだ出ましたけど、僕ね。もう二度とこいつラジオに出すかって思ったけど。しょうがない、勝手に来ちゃったんだもん。ちょっとですごめんなさい、ちょっと成海さんが来るってことで、やっぱり僕も出たいなと。あ、なるほど、なるほど。お願いして。はい、はい。はい、出させていただきました。はい、ゆきたしんちゃんは一番のボーカリストですね。はい、ボーカルやらせてもらってます。で、彼が噛んだな。あっ、おっ、やったな、こいつ。いや、噛んでない、噛んでないし、まだまだ噛んでないですよ。まだ噛んでないです。じゃあ、成海さんの紹介いきましょう。さあ、どうぞ。こ、なじみさんの。なじみさんの。何言ってんの。なじみさんはね、勘弁して。このゆきたくんが、はい、あの連れてきてくれた、そう、スーパーベーシストなわけですよ。はい、ちょっとその辺の経緯をお前の足りない頭で考えた話あ、ですね、まあ僕と成海さんはもともと
地元の、はい、ツイッターにコメントがうるさいよ。こっちでやるわ。あ、こっちでやるわ。わかりました。じゃあちょっと続き話していきます。まずはね、そう、うん、はい、なるみさんのご紹介を。そう、なるみさんと僕はあの小学校と中学校と実は同じ学校で、おー、そうなんですよ。で、だから大森弁だったんだ。え、何学年違いな？あ、1個違う。1個上なんですよ、なるみさん。1個上の先輩。はい、富山西小学校。そう、富山西小学校っていうね。さあ、青森のみんな見てる？見てる？青森のみんな。先輩と出てよ、今。先輩と。ね、その富山。中学校が富山中学校。富山中学校、はい。青森にあるのに富山中学校。そうです。青森県青森市。ね、富山ってなんか新宿にもありますけど、青森県青森市の富山っていう。ああ、その富山ね。はいはい。全然関係ないけどね。今、僕ん家の近所、富山っていう地域。うわー、富山と縁があるんだよ。すげえどうでもいいこと言って字も一緒ですよね。で、あ、そう、扉の塔に、扉の塔に山、扉の塔、そんな膨らまないのよそう、それで、ね、そのやっぱりその中学の、はいはいはい、先輩なんで、うん、そので音楽やってるって知ってたんですよ。あ、当時から。そうですね、なんかそのこっち、うん、地元じゃないや、こっちの東京の方に来て、はい、音楽やってるの知ってて、でもなかなかライブとかそのお会いする機会がもうだいぶなくて、うん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 、で僕がちょっとある日突然去年の年末ぐらいに、うん、なるみさんのライブってどっかで行けねえかなみたいな、うん、で調べたんですよ。去年の年末ってまあまあ最近ね。そうです、めっちゃ最近、うん、半年ぐらい前でしょ。急になんかピコッと思ってきた。なんで憧れてたから。あ、そうです、やっぱりずっと憧れてて残ってて。あ、そうですね、中学の頃めっちゃ憧れてたんで、うんうん、そのやっぱり尊敬する先輩のね、その音楽を、うん、で僕もちょっと音楽をかじってるんで、憧れっていうのだん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 ハードルが上がるからちょっとやってた。だって当時から音楽をやってたの、青森の。あ、でもあのその富山中学校っていうその、うん、ちょっと地元の話しますけど、うん、そこでなんか先輩3年生の先輩が、うん、なんか絶対なんかバンドをするっていう謎文化があったんですよ。そこでバンド、文化祭みたいな、文化祭、そうです、そうです。そこで、うん、あのバンドで、そこでもその時もベースを弾いてて、うんうん、そう、その時から、その当時から、うん、そう、だからそこからもうそれ以前からずっとやっぱベースっていう、ずっと人気者の道を歩んできてた。いや、そうでしたね、やっぱりさんを見て憧れて、そう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 、ははは、でベースを始めたという。ベースも始めました、僕も、はい、始めたんかい。そう、ベースでもやったんですよ。やったやったけど、そう、難しくて弦楽器はちょっと僕には無理だったんで、うん、結局ボーカルやってるんですけど、うん、なるほど。そう、そう、それで、うん、ライブに行ったんですよ、なるみさんのインスタに勝手に声かけて、うん、おー、あ、そう、年末の、去年の年末の、去年年末の、それ何年ぶりになる。でも、ほぼ19年、20年とか、うん、20年音信不通で、はい、で、なんとなく存在だけ知ってて、そうです、まあ、やっぱ聞いてて、うん、で、やっぱりある日突然なんですよ、本当にピコって、ピコって、なぜかなるみさんが思い浮かんで、うん、インスタ調べて連絡しちゃったんですよね、うん、だからライブやってますみたいな、うんうん、それで、あ、俺行きますからって言って、うん、無理やり行ったんですよ。無理やりね、無理やり予約取ってもらって嫌だって言われたんですよ。いやいやいや、一回ねとか言ってた。いやいやいや、先輩、一回はいいな。で、声かけてもらって、でそれライブ、うん、あの去年の年末に、まあ、僕がやってるバンドのライブに来ていただいて、うん、おお、どうだった。いや、もうやっぱりそのベースのプレイがすごくて、うん、でもなるみさんだけじゃなくて、うん、そのやっぱりそのドラムの方、まあと、そのボーカルの赤須翔さんと、うん、はいはいはい、その3人のその、何でしょう、ただ上手いだけじゃない、そのセッションというか、うん、やっぱり音楽のその、合わさる組み合わせの上手さみたいな、なるほどね、で感動、それに感動して、周りのお客さんはみんな笑ってたり、うん、すごい感動して笑ってた、なんか一体になってる感じが、うん、やべえってなって、なるほど、やっぱこの人すげえんだ、あ、このバンドすげえんだって思って、うん、で、そのずっとその、あ、すごいベーシストなんだなと思って、うん、で、いつか、なんですか、もうちょっと前、もうちょっと前、はい、で、いつか、そのあ、ありますよ、いつかね、そのいつか共演できたらななんて思って、うん、はいはいはい、で、僕の知ってるベーシストではやっぱ一番すごい人だなって思って、うんうん、そんな中ですよ、今回、一番でベーシストがいない、まだ決まってないっていうね、話になった時に俺の立ち上げの段階でね、そうです、そうです、うん、その時に、あ、なるみさんしかいないと思って、うん、なるみさんにすぐ LINE して、そのじゃあ、あ、なるみさんしかいないのくだりめっちゃいい声で言ってみて声優としてちょっと、やっぱり
なるみさんしかいねえなと思って。どこ見てやってる？めっちゃガラスの向こうめっちゃ笑ってる。どこ見て言ってんのまず。しかも声っていうかキャラ入れてきたよ。まあまあまあね、そんな感じでね、そんな感じでね、そんな感じで、じゃあちょっとそんななるみさんですけども、はいはい、じゃあ今実際どんな活動してるのかっていうのを、はい、見たいですね、ちょっとね、そうですね、ちょっと簡単に紹介させていただきますね、はい、紹介の準備をしていただいてる間に、はい、MK さんからコメントいただきました、MK さん、君を待つ方へ、はい、オープニングで流れた曲ですね、ありがとうございます、音もかちか君を待つ方へ音も歌詞もどちらも素敵ですハートっていうことでねコメントいただきました、ありがとうございます、そうだよ、お祝いしないと、そうですね、来ていただきましたから、じゃあちょっと、ね、音源流してくださる、ありがとうございます、よろしくお願いします、かっこよこちらをですね、まあ、先ほど生田くんが言ってくれた、うん、赤須賞ロマンチックスというバンド、これ楽天カード、はい、楽天カード漫画ね、そう、そうこのバンドメンバーなんですけどすげえな、有名やのか、そうだから、ね、一応ね、ゲストで、うん、参加するってなんですけど、未だにね、まだ一回も来たことがない、ああ、ね、まあね、言うだけの人いますから、ね、そうなんですよ、この赤須翔くんっていうギターとボーカル、はい、まあ、マルチタレントとか絵も描いたり、古典やったりとかしてるデザインもじゃあ、はい、今だけは流行ってるんですね、でそれと、僕のベースと、あと沢村一平くんっていうドラムの3人で、うん、まあ、ちょっとジャズをかじったようなちょっとコミック的な要素もあり、まあ、笑って感動できるような3ピースバンドっていうのをやってまして、その、シングル、デジタルシングルっていうんですかね、はい、それがついこの間、配信になりまして、いいですね、いいですね、はい、流していただいているのがそのバンドのロマのテーマという、まあ、一応メインテーマの曲になってます、すごいカフェミュージックみたいなおしゃれなテイストですね、まあ、それと合わせて今回ルワンダという、まあ、アフリカのルワンダを、はい、イメージした、歌物の曲、こっちは歌物の曲になってます、なるほど、はい、それがまあ、途中で即興ラップ、まあ、レコーディングの時に赤須くんがブースに入って、うん、よーしっつって、昔 B ダッシュってバンドがありました、めちゃめちゃこみたいな、はい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 、ああいうノリで、うん、本当に即興でラップを歌って、うん、で宇宙語みたいな、聞きたい、そういうのもあったりして、うん、まあ、こっちは今流れてるロバのテーマはちょっとかっこいいクールな、ね、そうだよ、全然コミック感ないよね、うん、ただただクールで、こっちで一応ちゃんとジャズもできるぞっていうことを、はい、一応なるほど、色合いをね、いろいろ出して、ね、配信されて1週間ちょっとなんですけども、なんか iTunes ストアのトップ5週以内にも入ったりして、あら5週以内、ありがとう、1週間ですごい、スーパーミュージシャン、すごい、そんな雲の上の方を連れてきてどうしようって、本当によく引き受けてくださいました、いやいや本当に俺らだって年末に解散するんだよ、もったいないね、もったいない、もったいないって何、アルミスさんなんかこうね引いて年末に解散しちゃうのちょっとね、いやいやいや、もったいないな、もったいない、1年前に解散しなかったバンドって言うの訳して一番解散するはずだったバンドみたいな、まだ大丈夫、まだ大丈夫、じゃあ、はい、まあ、とりあえずね、はい、はい、ということで今日はね、なるみさん来ていただきます。おい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 。間が悪い、間が悪い。間も勝つしちゃった。間も勝つしちゃった。あ、じゃあ、今日コンディションが悪いまま。ママ、なんで今日コンディション悪いの？あなたもね。言ってるあなたもね。あ、そっか、一応じゃあこう、あれだよね。来た、遊びに来たっていう程度。あ、そう、なんか、スナック一番に飲みに来ちゃいました。ありがとうございます。あ、どうもすいません。ママ、ありがとうございます、本当に。あ、なるみさん、すいません。いやいやいや、どうもすいません。ありがとうございます。いや、うちね、なんかお客さんにやらせる店だから。この一番っていうね、バンドはね、なんかふざけてるように見えて、音楽性が豊かな人。なんていうの？うまい人、それって。いや、素敵。恐縮だわ。やばいっすよね。その中でご参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。よし。ようこそようこそ、閉まらねえ、閉まらねえ、乾杯だな、おい。そういう店だから。あ、うまい、うん。いいっすね。今日の酒はうまいっすね。本当にうまいね。うまい。美味しいわ。あれなんかいつもと違くない？一緒、うん。いつもと違うね。なんかいいやつ買った。うん、そうそうそう。なるみさん来るから。うん、そうそう。確かに美味しいっすわ。ありがとうございます。ママいつも。なんかリンゴの味がね、ちょうど。ね、いいね。青森だけ、ね、うんうん。リンゴといえばね、我々、うん、青森の。リンゴのね、うん、青森のリンゴの青森のリンゴはやっぱり一番うまいですから、うん、そう、
こんな方言ですよね、青森ってね。わはね、あれだよ、弘前出身だから。あ、そう、出身が弘前なんですよ、ね、僕は青森市なんですけど、うんうん、そう、だから俺ら、ね、帰るって言ってた。いやいやいや、疎外感がすごい。どうですか、青森弁、ね、うん、ツイッターにコメントいただきました。いや、いいのよ、お前それやんない。こっちでやるから。ゆきのちゃんからコメントいただきました。ありがとうございます。よ、今夜も始まりました。今日はアフターサザエで見に来ました。ありがとう、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 ありがとうございます。やっぱ男前が出るとなるとね、見に来るんですよね。そうよ、もう分かりやすいわ。いやーね、ほんとね、ありがとうございます、ほんとに女性陣クラクラしちゃう。そうだね、ほんとにね。それを青森弁でやってちょっと、え、青森弁、青森弁だば、あ、だば凝った感じで、ちょっと分かんない、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 分かんない。いやでも青森弁ね、やっぱどうですか、うん、聞いてて。いや、なんか疎外感すごかったよ。疎外感がすごい、うん、もう俺らの言葉みたいな世界観で。でもね、意外と僕たちぐらいの世代だと、うん、イントネーションが違うだけで、うん、割と喋ってる単語は、まあ、関東とそんなに変わんなかった。あ、まあ、聞き取れるは聞き取れる、うんうん、なんかこう、うん、何喋ってんだみたいなのじゃないんですよね。うん、その、うん、確かに、確かにイントネーションだけ、音だけの違いみたいな。うん、ちょっと引っ張られて戻れたかった。あんたたちでも出てきて長いんでしょ。俺もう長いですね、うん、長いもん、長いでしょ。もういや、それこそ20年だかなんだか経つわけじゃん。そうっすね、知らんけど。そう、若い頃のなるみさんっていうのはどういう人間性してたんですか。そう、その話いいですか。それは、えー、どういうとこにあるの。いやいや、なんかあるじゃないですか、あるじゃないですかね、当時の、NG OK みたいなね、壁があるじゃないですか。もう NG なし。あ、NG なし。すごい悪いかったです。いや、もう大雑把すぎてわからんわ。悪くはなかったからの。悪いのもでもいろいろじゃん。いや、なんか一人で爆弾作ってるやつとか。ああ悪いな。そんなやついるかで。悪いな。それはそれで悪い。ちょっと悪いの質が違うんですけど。あ、違うんだ。そう、やっぱりちょっとこう、なんていうんですか、いわゆる漫画でいうクローズとかワーストとか、うん、そういう系のちょっといかついんだ、やんちゃな、うん、先輩だったんですよね。あなたです。いや、この学校のトップは俺だみたいなやつ。いやでも、まあまあでも、あ、そう、まあね、ちょっとその、やっぱ喧嘩とかそういう、ね、うん、いや不良ってヤンキーで、ね、他校と喧嘩しちゃうような。ああ、そう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 、特にね、僕の一校上の先輩っていうのは、うん、その辺がすごくて。いやいや、なんかね、そういう代ってあるよね。戦闘集団だったんですね、うん、そうですね、他校に行ったりとかで、僕はその直属の一個下の、うん、直属の、直属の、なんか言葉が悪いから、上司みたいな感じだ。軍だね、の、ちょっと後輩だったんですよ。で、僕は、うん、もうなるみさん一緒に喧嘩行ってたの。いや、俺は行かないでしょ、あなた。全然直属じゃないじゃん。全然直属じゃないよ。いや、俺はちょっと喧嘩があんま好きじゃなかったんで、うん、弱かったんで。いや、そんなこと言うと、なるみさんがなんかね、なんか悪く言われてますよね。悪く言って、いや、悪く言ってないですよ。いや、悪く言ってないですよ。いや、でもやっぱかっこいい先輩だったんですよ、うん、悪いのに喧嘩もできて、で、見た目もかっこいいじゃないですか、うん、喧嘩なんて、ね、そんなしたことないしね。そうなんですか。ミュージシャン喧嘩しちゃいけないんじゃないの、基本的に。そうなんですか。どかんない、音楽でね、世界平和を。いや、でもなんかね、うん、往年のミュージシャンもみんな喧嘩してる、うん、ミュージシャン、ミュージシャン。往年のミュージシャンも喧嘩してるじゃないですか、うん、まあそういう、あ、そうです。 でもさ、そのまんま大人になってるイメージね、ミュージシャンの人って。なんか確かに、浅井健一とか見ると、ね、ロックの人って特にね。そう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 、じゃあ、なるみさんはどっかでだから施設に入って構成されて。まあそうですね、行くとこまで行ったのね、牧師さんに誓いを交わし、はい、一回心を失ってロボットになり。何それ、なんかここで話していいの。なんかのアニメのありそう、そういうの。いや、まあ僕は中学校の時は割とその好きに遊んで、うん、で、まあ別に学校も好きだし親も好きだしみたいな感じで、うんうん、割と、まあ、ただね、好きに遊んでた時代があったっていうだけで。なるほど。で、高校に入ったら割としっかり、なんですかね、部活をやりだしちゃったりして。あら、何部で。その時は吹奏楽部。おお、じゃあもうちゃんとした音楽の。そこで、ね、ベース弾いてて、軽音みたいなチャラいのはやらずに、ね、なるほどね。まあなかったですね、周りにね、なかったので。一応その部活が結構厳しくて、うん、はいはいはい、その当時吹奏楽部は厳しい、うん、テレビで取材されたりとかしてて、うん、へえ、所さんの、うん、
なんとかこらえて、うん、ああ笑ってこらえ言えばいいじゃん。あの吹奏楽の旅っていうのがあって、はい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 、それで特集されたり、ね、あ来たんだ街に。あ来てますよ。ダーツの人が。ダーツ第一村テスト私。あってなってる。図書館みたいな感じになってるから。まあでもそんなのとかでしっかりまあ、まあ、音楽というか楽器を、うん、上手くなるための、うん、道を歩き出しまして、お、うん、でそのまま、まあ、ストレートで上京して、まあ、音楽大学に通ったりして、音楽大学に、まあ、中退なんですけど、音大中退、結構レアだねそれね、初めて聞いたわ。確かに中退するもんだなあれ、もうここで学ぶことはねえみたいな、調子に乗ってね、もう途中で仕事できちゃってて、あ、稼げました。大学なんか通わなくてもいいんだっていう感じの ね、うん、でも今思うとね、ちゃんと言っとけばよかったなと思いますけど、反省だね、うん、反省の人生です、ね、人類みんなそうですよ、反省しながら生きてくるんですよね。いや、あのアルミさんのね、ダメなとこ見つけよう見つけようとしてんだけどね、意地悪な目で見れば見るほど荒がない。あ、ただ僕はあの普通に喋ってると普通っぽく見えて、うん、なんかパッと見もよくあの上京してから出会う人とかは、はい、そんなヤンキーじゃないみたいな、うんうんうん、なんか真面目そうに見えるっていうんですけども、うんうん、あの僕お酒飲んだらクソ人間なので、ほらまだ見てないね、全然一緒飲んでるけどね、まだ何も見せてない、うん、まだ見てないわ。お酒飲んでやらかしたエピソードはもう大学の時の友人含め結構近い人は、うん、なる、あ、なるみくんってクソだよねっていう、あ、よかった、あのジャンルがいろいろとありますけども、はい、まあ、何系ですかね、あの、まあ、脱いだりとか、あ、まあ、ここ OK だから。OK、あ、テーブルの下だったら OK よ。そう、あ、違う違う。もう二度とないって言われたから、ね。チャックぐらいは空いてます。チャックぐらいは。あ、チャックぐらいはね。常にね。閉め忘れの手でいつも空いてるっていう、ね、はい。閉まるチャックはチャックじゃねえっつって。まあいろいろもろもろ。うん、あ、そうそうそう、ありますんで。尊敬する先輩でした。なのに。はい。なったのに。なのに今日境に違う今日境だからもっと本格的に、ね、あ、まあそうか、それそう本格的にも、ね、そう、そんなこんなで結構ね、ゆきたくんも、ね、上京して、うん、でずっと会ってなかったんですよね、うん、そう、会ってなかった、出会ってなかったんですけど、去年の年末 の、 そのライブに来てもらって、うん、なので実質中学校以来の今日で会うのが片手で数えれるぐらいなんですよ、ね、なるほど実は、あ、じゃあめっちゃ大好きな先輩でいつも一緒にいた感じ出してくるけど、うん、全然数回なのね。え、でもなんか当時の当時の感じでいる俺はあるじゃん、いるちなみに調子悪いな、ゆきたくんは、はいはい、何憧れの先輩として慕ってたわけじゃない当時、はいはい、なるみさんの方もあのゆきたくん可愛い後輩としてたのかな。あ、でも存在としてはね、ちゃんと把握してて、存在は把握してたけども、別に、じゃあ逆にゆきたくんはどんな子だった、別に可愛がってたわけじゃないのかな。でも当時から背が高くてうんうん、で、まあ、僕中学校の時陸上部だったんですけど、うん、陸上部にも入ってきて、うん、あ、慕ってたんだ、そう、あんたが追っかけたんでしょ、そうそうそう陸上だけに陸上走って追っかけたんだ、しかも同じ短距離です、同じ短距離で、ね、100m 100m それもさあ、どうぞ、いいエピソードになってそう、なんていうんですかね、僕らの世代の時の中学校の仲間って結構その一緒に遊ぶ人数が多かったんですよ、うんうん、ただその一つ下のゆきたくんの代はその一緒にやんちゃする仲間が多分そんなにも数がいなくて、結構その人でした、ね、時代的にもいわゆるやんちゃって呼ばれる人たちがそんなにゆきたくんの代は人数がいなくて、なので結構あの一人一人ね、分かりやすく、あ、はい、もう目立ってんのがやんちゃの部類だったんだ、そうです、そうです、ちょっと自分で言いたくないですけど、あんま自分のこと言えないじゃんね、そしたらね、だからタバコとかもなるみさんの真似してタバコ吸う、あら、まだそういうのやめて、もうご時世だからやめて、あ、ご時世、ご時世、すいません、ご時世、20年前だとしてもね、すいません時効とかないから、お前にはえ殺人事件にもあるのに、はい、ツイッターのコメントでございます、はい、コメントで MK さんからコメントいただきました、はい、ありがとうございます、はいはい、なるみ勝康さん、とても笑顔が素敵です、確かに ね素敵、ロマのテーマを聞きながら今夜は赤ワインを飲みたいと思います、いろんな音楽を知ることができて一番に感謝しています、ありがとうございます、 MK さん、素晴らしい、
ね、まるで作家がついてるかも、ね、そうねそうね、40ぐらいの作家ついてる、そうかもしれない、まあ、心配なのがね、ロマンのテーマ聞きながら赤ワイン飲みすぎないようにということでね、MK さんよろしくお願いいたします。あ、ね、でも赤ワインに合いそうな ね、 いやそうね、うん、なるほどね、はい、まあ、ちょっと音楽の話とかね、真面目な話が増えちゃいましたけど、ね、はい、実は今日ね、この曲流せと言われてる曲がありまして、そうだったそうだった、忘れてたでしょ、あの、ね、真面目じゃない方の人たちがやってる、ね、生命を脅かされるような脅しにあったのよね、そうそうそう、私たちね、パワハラに会いまして、ね、嘘だけど嘘かね実は今日この、4月24日、はいはい、ちょっとじゃあ説明してください、はい、ね、広島の方で山本圭一さん率いるケースのバンド、ケーズのバンドの、ライブがね、広島で行われてるんです。極楽とんぼ、はい、トンボの山本さん。で、そこのバンドメンバーで、これもベースの人、ベースの方、うん、藤田圭介さんっていう方がね、いらっしゃるんですが、うん、その方から、この曲を流してくれということでね、うん、そういうことで、お預かりしてますんで、はい、ちょうど今日そのフェス、ケスをやってるということで、フェーズのフェスで消すということで、そうそうたる大物ミュージシャン、いや本当にね、芸能人の方とか出られてるっていうのの、うん、に乗っかろうと思って流そうかなと、はい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 、ゲストの方とかもね、そう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 、うん、ということで、じゃあちょっとお願いいたします。曲名がシーサイドバーベキューですかね。シーサイドバーベキューです。その藤田圭介くんが作詞作曲したらしいです。あ、そうだったの、シーサイドバーベキュー、そうそうそう、そうそう、流しましょう。じゃあお願いします。お願いします。どうぞ。帽子が綺麗だな。Driving. 今日は気ままに一人で BBQ 孤独なハイウェイ寂しくなんてないぜ、そろそろ海が見えてきて波の調子は良好、でも何か忘れてたいか、俺の調子は絶好調、こんなに会いたくなる仲間の顔が噛んでくる、やっぱり会いに行こう、いつものほら騒がしいあの場所へと、意外と寒いな、日の暮れた水彩、何かが足りないんだ BBQ、 独り占めごちそうタイム、全部食べ尽くしてやるぜ、茶羽根は今何してるだろう、夜空見上げて思い出す、いつもイライラしてごめんな、今度会ったら焼肉行こうぜ、 Yeah 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 yeah、 こ
騒がしいあの場所へ、誠にあって分かったこと。はい、おかえりなさい。いや、素敵な曲でしたね。シーサイドバーベキュー。シーサイドバーベキューです ね。レゲエっぽい感じ、まあ、これからの季節にぴったり、うん、ね、そうね、そうね、一人で海でバーベキューしようかな、でもまた仲間に会いたいなみたいな話でしたね。ああ、確かにね、うん、いい歌詞でしたけど、はい、あ、写真出ましたね、はいはいはい、このケーズのバンドのね、皆さん、メンバーさんということで、あの山本さんの、向かって左後ろにいらっしゃる方ですかね、はい、おお、が藤田圭介さん、圭介さん、はい、この曲をここでご紹介してくれという、ね、要望いただきました、はい、全然関係ないですけど、サックス持ってる方知り合いでしたね。すごい。ああ、元気かな。元気かな。はい、まあ、元気そうには見える、ね、確かにね。なんかね、広島から戻られたら、じゃあぜひ、はい、会いましょう。すごいつながりだ。今日ね、これをあの宣伝させてもらうにあたって、うん、こう、LINE が来るわけですよ。はい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 。K アポストロフィー Z の、うん、って書いてある、うん。これなんて読むのかを文字で聞きたかったの。うん、なんて聞けば、なんて文字で。この読み方をイントネーション聞けばいいのかって、はいはい、はい、思って、ビーズと同じイントネーションでケーズですかみたいな、おー、聞いたら、ね、そうだそうだってなって、あ、そう、そうだそうだってなったのね。そうだ、そう、まあ実質そうだったんだ。すごいすごいすごい、ティッシュ映ってんのよ。あ、もうちょっと、ほらほらほら、ティッシュが映ってました。本当にデリカシー、ね、あ、どう上手に出すな。いらないね、もう首首首、これそれで被せられないですね。面白いけどね。よかった。あ、よかった。あ、そしてね、あのシーサイドバーベキューの間にコメントいただきました、はい、ありがとうございます。直田さんからコメントです。直田さん、はい、直田さん、直田さん、ひらがなで直、こんにちは、直田さん、はい、直田さんですね、はい、応援しています。好きな色何色、よく着る色はっていうコメントいただいたんですけど、え、誰宛て、誰宛てでしょう。全員答えましょうか、まず。じゃあ、まあ一旦ゲストとママじゃないですか。確かに、ね、あ、なるみさんのじゃあ、好きな色聞きたいかな、好きな色、僕の好きな色聞きたいかな。でもね、なんかさ、シャツとかこんな感じでちょっとモノトーンにまとめてますみたいな顔してらっしゃるけどね、今日ね、たまたまそのお会いした時にね、あの、うん、ちっちゃいバッグとお財布 を見たのよ、はいはいはい、そしたら、あのバリバリのビビットカラーだったよね。そうですね、ですよね、びっくりしちゃった。なんか目がチカチカするぐらいお財布、なんか3色ぐらいビビットカラー、ビビットカラー、ビビットカラー、なんかあのコムギャルのすげえ原色のやつ、すごい可愛い、そういうの行くんだ、好きな色は、好きな色はだけど緑かな、あ、だけど緑、目に優しい、全ておらぎです、緑、僕、奥さんの名前が緑なんですよ、あらま、あら、急になんて反応していいかわからないわ。奥さんの名前が緑で色が、好きな色も緑色ってことで、いうことが一応、今日奥さんは見てらっしゃ、奥さんは今頃もうちょっとあれかな、あれですか、寝てるかな、寝てました、早寝早起きで、はい、ちょっと奥さんの前では言えないようなことも今日は、ああ、愛してるよって、そういう、それ言えるって、それ言えることだよ。むしろ言った方がいいことだよ。洗い方どういうこと、緑かな、あ、緑色が好きですよ、知りたかったわ、知りたかったわ、緑が好きですということでね、はい、ありがとうございます。ママは、ママはね、あのね、意外と結構ピンクとか好きよ。ちょっとでも最近ね、なんかテーマカラーが、あのロイヤルブルーになってきてるの。ロイヤルつけんな、気持ち、ロイヤル、高貴なブルー、でしゃばんな。そう、まあね、こういう色だったりとか、私服でも結構多くて、こういう色を着ることが、あとこの間の舞台でも、あの、うん、こういう色のね、ロイヤルブルーが多くて、うん、衣装で、ね、はい、あきちゃん舞台良かったね、よかった、あ、ありがとう、うん、大体みんな行ったんじゃない、あれ、そうね、そうね、うん、そうそう、いてもいなくてもいいような役やった、そうよ、もう LINE でくれて、もうその通りって思った。でもかといってこの人にしかできない。
おわー、いや、そうなの、そうなの。いいよ、もうそういう真面目な話、ありがとうございましたっていうことでね。はいはいはい。道場の話する？うるさいな。好きな色一通り言ってよ、直田さんからのご質問だから。わかんない、誰当てかがはっきりしないうちはちょっとね。え？うん、あ、ほら、僕はでも、ね、何がどうあっても赤ですね。赤、あ、赤のイメージある。確かに、あるあるある。赤レンジャーっぽいでしょ。うん、もうなんかレンジャーじゃないけど中心にいるっていう。次お前のターンだ。はい、俺はあれですね、ネイビーが好きです。ネイビー、ネイビー、どこにも入ってないよ、ネイビーが。なんですか、暗い青みたいな。聞いてる？どこにもネイビーが入ってないのよ。抜いてんな。入ってないですけど、なんか僕の、なんかスマホとかも、なんか、いや、だから、入ってないのよ、ネイビーが。いや、でもね、ネイビー好きなんですよ、ネイビー。ネイビー、ほら、ほらスマホとか、ほら、これネイビーでしょ。出さなくて汚いなの、指紋だらけで。指紋だらけで汚い。すごいアップにしてくれてありがとうございますね、スタッフの皆さん、ありがとうございます。そう。なんかでもこれ聞きたかったですかね、僕の色の話は、ね、僕は聞きたかったですよ。あ、本当ですか。うん、あれ、二度とネイビー着ないと思って。嫌いやん、俺のこと嫌いやん。ね、はい、今日話すこと全部話せたのかな。いや、話せてないよ。道場、何何何、道場、道場、道場はいいの。本当にうるさい、もうねえ。道場はいいのよ。君に道場の話ですか。じゃもうねえ、本当にやめて、ママのお店で。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。本当に。モラルがなかったです。モラルが。申し訳ございません。やめて。申し訳ございません。申し訳ないです。すみません。じゃあお一人いただいて。出禁ですか。出禁ですか。でももう終わりですか、この番組も。ああ、まああと8分ぐらい。そうですね。はい。なるみさんどうです、楽しんでいただけましたか。はい、いや、めちゃめちゃ楽しんでますよ。もうね、ママに呼んでいただいて。どうも、ママが呼んだわけじゃないんだけどもね。あ、ツイッターにコメントいただきました。ツイッター。それいちいち言わなくて。あ、言わなくて。はい、ありがとうございます。あら、また MK さんからコメントです。ありがとうございます。青森県民はリンゴの品種を言い当てることができると聞きました。お二人はリンゴの品種を当てられますか。なるほど。言い当てるって言ってもね、今食べてないもん。このドラムロールないんだね。今リンゴがね、ないのよ。確かにね。実際どうなんですか、自信はありますか。それ聞きたい。ただ青森県民はリンゴの品種が書いた下敷きとかノートとかそういうのがあって、あるある、結構王林とかジョナゴールドとか、ベニなんとか、ベニなんとか紅玉かな。あ、じゃあもうその辺で流通してるリンゴは大体味わかるみたいなことですかね。大体、でもさ、下敷き見ても味わかるわけじゃなくない。まあそうなんですけど、そうなんですけど、あなた一旦ちょっと MC とはいえ口が過ぎるんで、ごめんなさいね。まあでもそれぐらいなんか親しみがあるリンゴの種類に、そういつもね。そっかそっか。あと僕ね、うまい美味しいリンゴの見分け方わかりますよ。お、それ聞きましょう。ね、これちょっとお得情報だと思うんで、スーパー行ったらね、皆さんリンゴ買うと思うんですよ。その時選ぶ時に基準、まずリンゴ持ってちょっと下まで見てみてください。裏返して、お尻の方を見る、ね、そう、お尻の方を見て、そこまでも赤い、赤くなってる。時々そのまだ赤くなりきってない黄色だったりすると、そう、あるじゃないですか。美味しくないの。そう、ちょっと裏がまだ黄色とか白っぽいと甘みが弱いんです。熟しきってないの。そう、うん、やっぱ熟した方がいいじゃないですか、リンゴも。ね、うん、そうね、だから、その赤いのを選んでください。もしリンゴ買うとき、皆さん、お尻の方まで赤いリンゴ、ね、そう、お尻の方まで赤いやつは本当に美味しいです。青リンゴの場合はどうしますか。あ、青リンゴですか。青リンゴの場合は、何中華をしとる。いや、ジョナゴールド、ジョナゴールド、ジョナゴールドの時は、ジョナゴールドの時はあれですよ、後ろまで見るんですよ、まず、はい、お尻まで見て、赤リンゴと一緒ですね。そう、そう、そこで、なんかこう、うわ、ジョナってんなって思ったら、美味しいやつですね。よし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 。いや、ま、本当に助けられたスタッフの皆さん、ありがとうございます。本当にね、もうこれ、ね、こういうとこありますから、終了になるところです。リンゴの、すごいね、仕事が早い。もうこれは美味しいんじゃないですか。じゃあさ、そこまで言うんだったらやりますか。ねえ、やりたいね。キキリンゴ対決、あ、やりましょう。青森県民2人もいるから、対決、確かに一番のなんか YouTube チャンネルで
ね、君らあんまりまだ出てないから。そう、俺なんか一回も出てないです。あの一番のボーカルまだチャンネルに出てません。ボーカルですけど、はい。気づいてたんだね。な、何の種類？何の種類ですか？あ、絵で当てろっていうクイズが出ました。うわあ、スタッフ無茶ぶり。簡単な問題出さないでくださいよ、本当に。わかりますよね、成美さんは本当に。どうだろうね、下手が太いね。そうなんです。太いね。あとちょっと点々が多いですね。点々が。わかんねえじゃない、うん。これはあれですよ。わかります。これはあれです。点々が多い、下手が太いはあれしかないです。あれしかない。あれしかないでしょうね。早く答えて。ね、早く。いきますよ。富士リンゴ。早かった。はい。答えは紅玉。紅玉？紅玉初めて聞いたみたいな。何それ？ダメじゃんこれ。本当に青森県民か？じゃじゃ。あれ赤玉って読むんじゃないですか？え？あれ紅玉じゃない？うん、赤玉ですか？酒だけだよ。ああ赤玉。赤玉パンチの、うん、あれ。しかも赤玉パンチの赤は普通の。赤色の赤色で、あと紅玉じゃなくて紅玉じゃないよ。あ、本当に私ずっと紅玉って言ってた。知らんけど、え、知らんのか、ね、まあ、どっちでもいいし、紅玉、紅玉かどっちかね。紅玉でした。読み方は、ね、青森のリンゴみんな美味しいですからね。そう、なんかまとめたな。乱暴丸が出たよ、乱暴丸が。大体美味しいですか。大体美味しいですか。早くお酒飲むとクソ人間って本当だったんだ。出てきましたね。やっと出てきたね。まあ、そんなこんなでね、今もうエンディングテーマの、オンダ海のダウンライトが流れております。オンダ海大活躍じゃん。オンダ海大活躍だね。あとここ何週間か出てないけど、1ヶ月出てないよ。そうそうそう。だからこの出てない4月の間は、あの自分のツイキャスライブをね、定時でやってるのよ。日曜日の22時から定時でやってる。でもあの人の音楽はもうね、この鳥越アズーリを席巻し始めてますから。あ、そうですね。ここでも別番組でもなんやかんやで流されて、あら、もうすごいな。素晴らしい活躍しますね。はい。うん、鳥越アズーリのアズーリってなんていうか知ってる？なんていう意味ですか？なんとか語で青なんだって。あ、だからテーマカラーが青なんだ。そう、だからあのスタッフさんの髪の色も青なんだ。そうだね。なるほど、納得がよし。海も海だから、海だから。あ、ちょうどいいね。乗っとるにはちょうどいい。あ、乗っとる、乗っとるし。イタリア語でアズーリが、ちょっと余計な一言ですね。仕事が早い。テーマカラーのスタッフ、テーマカラーのスタッフ、ちょっと余計な一言出ましたけども、あ、そんな意味があったんですね、アズーリっていう。アズーリはイタリア語で青ということでね。はい。本田海のエンディングテーマの曲を何個作れるか選手権。確かにやりたいですね。やりたいでしょ。確かに。ね、そんなこんなでそろそろ僕も本当に一番のチャンネルに出させていただきたいです。プロデューサー、まだ出てない。立ち上げから出てないね。出てないんですよ。そろそろ半年経つ。焦ってきた。そろそろ前半戦はもう種まきだから。あ、なるほど。6月いっぱいまでは。ああ、僕がつぼみぐらいの時に出てくると。ちょっとわかるでしょ。つぼみ、種の種の説明してください。つぼみ、いや、え、国道場。あ、違う。まあ、成美さんがね、多分ね、来週再来週ぐらいに出てくれるんじゃないかっていうね。成美さん出てほしい、ね。決まってないですけどね。あ、YouTube に。はい。出てほしいですね。なんか一緒に共演したいですね。成美さん出てもらうとなると、ガチ音楽チャンネルのやつに会議しないと。キキビール、キキビールとかいいんです。キキビール。いや、キキビールはね、キキリンゴジュース。キキリンゴジュース。これはちょっと自信ありますね。さすがにリンゴジュースは本当にだってさっきリンゴで分かんなかった。ジュースで分かんなかった。いや、赤玉は分かんなかった。あ、じゃあ紅玉は分かんなかったですけど、うん、リンゴジュースは結構飲んできたんだ。そう、本当本当信用できない。お願いします、リンゴジュースやりましょう。本当信用できない。僕と成美さんでリンゴジュースをどこで集められるんだろう。まあなんかその辺のやつ全部集めて。あ、そうそうそう、はい、任せてください。本当にメーカーをちゃんと当ててもらう。メーカーで、メーカー、リンゴの種類じゃない、メーカーを当てる。でも大体メーカーシャイニーぐらいしか知らないよね。ああ、何それ。青森のリンゴジュースのメーカーシャイニーって言うんですよ。マジで。じゃあ実家の一番近くのコンビニ何？実家の一番近く、うん、ローソンですね。あ、ローソン。僕昔サークル系です。あ、サークル系ありましたね。ね、地元で一番有名なスーパーの名前は藤原って言うんです。スーパー藤原って。あ、いいね、いいね。そう、藤原前集合、ね、藤原前集合でしたね、はい、ね。あ、いいね、そういうのいいよね。そう、みんな知ってると思うんでね。ね、青森のみんな見てるわ。青森のみんな、ありがとうね、見てくれて。
ありがとうございました、ね、間もなく番組が終了でございます、ねね、また、はい、またあのー、さん迎えてやっていくんで、はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。バイバーイ。終わりかな。ありがとうございました。